はい、カッキークマさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。いつもここで皮肉ってね、はいはい、今日の放送は60点でしたとか言ってましたけど、はいはい、今日本当に60点ですよ。なんで鼻毛の話で。鼻毛の話で最後100点に行ったじゃないですか。行かないでしょ。行かないでしょ。鼻毛を抜きません。いいとこ40ですよ。40ですか。気分よく渡してほしいですよ、次の番組にね。鼻毛。冗談でね、冗談で60点かなって書いてあるんですけど、ね、ここに。ワックスでやるって言ってますよ、ワックスで。だから覚えないでくださいよ、そんなこと。鼻毛処理をね。本当に。はい、します。はい、うん。私は今週は、はい、BTS の映画、見てきたんですけど。BTS の、ドキュメンタリーかなんかですか？そうそう、ライブドキュメンタリーっていうか、だから、なんか、シルバー世代って1200円ぐらいで確か見れるんだけど、その映画だけ2200円も、持ってきちゃった。安売りできない。だからちょっと普通よりも高い。もともと BTS 好きなんですか？なんか、矢野明子さんが褒めてたから、自分もちょっとその、知ってみようと思って。面白かったんですか？面白かった、やっぱり。で、和訳の歌詞が出てこないんだよね。なんか歌詞だけ そのまま聴いてくださいみたいな感じで。だから何言ってるか分かんないんだけど、とにかくうまいってことがすっごい分かって。当たり前なんだけど、すごいなと思って。世界一ですもんね、今ね。そうなんだよね。で、私もなんか昔から疑問だったんだけど、はいはい、ラップもすごく歌われるのね。ラップの時にさ、股間に手を入れて、グイッて上げる、マイケル・ジャクソンの時代から、あれどういうことなの？あの動きね、ありますよね。あれだから自分がラップ上手い人のモノマネしようとすると、なんか股間をこう、押さえてます、みたいなことやりたいんだけど、あれどういうやつね。そうそうそう。あれ今もやってんすか？ちょっとしたモノマネでも下手ですね。こういうやつね、の時にさ。これに下手とかないですか？あるよね。なんかリズムが。あ、正しくは。いや、全然それ土俵入りですよ。ダメダメ、綺麗な。雲流になってます。綺麗な。ラップでラップでラップが全然違います。何なんですかね。あれなんだろうね。先生が同じとかなんじゃないですか。先生がいるの。はい、あれをマイケル・ジャクソンのとこから生きてる190歳ぐらいの。190歳もそんな昔じゃないよ、マイケル・ジャクソン。マイケル・ジャクソンそんな。すいません。そんな前じゃないですよ。見たことあります、僕。今もそうで、BTS とかもやってるんだ、あの動きを。やってた。それこそマイケル・ジャクソンのオマージュとかでやってるわけじゃないですかね。オマージュなのかな、で、女性は してないんだよね。ああ、まあそうですね。男性のラップの人だけが、上げてらっしゃるっていうか、何なのかなと思って、もし知ってる人だったら、メールで教えてください。ラップの時に、なってくるのかな、やっぱり体型とかがそう。結局、金太郎とか、なんか、コロッケさんみたいになってきたじゃないですか。あれはモノマネをしてるんですよ、コロッケさんの。なってきたわけじゃないですよ。なってきたわけです。面白くなろうって思ったら、だんだんそういう顔になってくる。ロボットとかになったりとか、顔が特殊になったりするわけじゃないです。そういうわけじゃないでしょ、あれは。そんな風に見てたのかと思って、ショックですよ、金太郎さんも。どんどん。どんどんコロッケみたいになってた。よしよし、よしよし、コロッケになってるなってるって思いながら見てた。こんな親しかった人がこそ、こんな目で見えたんだ。そうなんだ、すごい。日本語なんですよね。一応映画自体は、歌の時以外はもちろん出てます。そう、歌詞以外は全部。そう、わけわかんないですよね。そうだよ。そうですよね。そうだった。すごい、BTS。あとなんか友達が、スマホの中に AI と喋る機能っていうのを見つけて、でそれで清水ミチコって誰って聞いてたんで、そしたら日本のジャズ歌手で元黒猫チェルシーのメンバー、代表曲は花水木とか見て、めちゃくちゃなんだよね。それをなんか一気に言われるのも怖いですね、なんか。一気に、なんかそれが正解ですみたいなふうに書かれるから、ちょっとやってみて今度。なんか、ナイツ、土屋とはとか。黒猫チェルシーって何ですか？本当にいるんですよ、黒猫チェルシーって。渡辺大地さんがやってたバンドだよ。錦鯉の渡辺隆さんの、役やってた。役やってた。そう。全然違う。めちゃくちゃ関係ないですよね。花水木も関係ないし。そう。で、自分でもやってみたら、また今度は違って、1995年にデビューした歌手で、代表曲は、夢見る少女がいられない。もうそれは、代表曲は。全然私に興味ないんじゃん。代表曲を外すって何なんそれ。
あと恋のバカ野郎も歌ってるんだって。恋のバカ野郎もめちゃくちゃですね。めちゃくちゃですね。うん。AI もなんかまだダメだな。まだそうだよね。そう、あの、今田さんのね、YouTube とペッパーくん。あ、ペッパーくんね。飼ってるじゃないですか。もう同じ質問。飼ってるって言ってた。飼ってるっていうか、差別ですよ、それ。AI 差別。差別。飼ってるはひどいです。そのアイボの時は、アイボの時は言ってました。アイボの時はね。え？アイボの時は、ね、犬型ロボットね。犬型だから、ね、人間はダメですよね。そうですよ。あれ人間なんだ。飼ってるやつじゃダメなのかな。同棲してるとか言うとこうですね、うん。同居してる。パートナーね。パートナー。ね、ペッパー君とかどんどん同じ質問するようになってきたとか。あ、退化してきたとかつって。で、今、もう入院してるって言ってましたからね。あ故障しちゃって。そう。故障って言った。故障。入院って言ってるのに。なんでこんなペッパーに気づかなきゃいけないの。そんな、そんな。人間が退化してきた。そんな団体あるんですか、ペッパーの人権をみたいな。やりづらいな。本当ですよ。でもやってみて一回。自分って何だろうっていうふうに聞いてみるとちょっと面白いかも。ああ。でも、Google とかで普通にありますよね。OK、Google って言ってなんか、うんうんうん、誰々調べてとかって言ったら、普通に Wikipedia の情報とかで出てくるとか。あ、それはまあ正しいやつが出てくるよね。そうですね。それとはまた別なんですね。そうだね。スマホの中の AI。うん。あえてまるで、あえて違う情報を入れてるみたいな感じで面白かったなんか。そうですね、うん、なんでそうなるんですかね。清水さんなんか普通に出てきそうですけどね。なんだろうね。うん。へ、うん、OK、Google。ねえ。そう。なんか、花輪さんとかがなんかその、劇団スティックでとか、なんかそういう細かい情報とかまで出てきたらすごいですけどね。うん、出てくるかもね。なんか意外とね。劇団スティックって何って。何って言うの、うん、ちょっと後でやってみて。劇団スティックって。あ、うちの石草がやってる。え？石草が。あっちは口草でした。口草から聞きたくないね、なんか。石田さん、石草。ひどい。石草。石草、劇団スティックで調べてみて。ひどいな。石田さん、返事しますからね。石草って言うと、はい、ですね。普通なんですよ。なんで嫌がらない普通の人間ですよ。の人、いい人すぎるよな。昨日、球児園っていう野球の番組、うん。楽しかったって言ってたね。楽しかったんですよ。うん、そしたら、やっぱ中畑清さんが、明るくて、面白いよね。あの人やっぱめちゃくちゃ面白いですね。うん、で、何ヶ月か前に関根勤さんと YouTube でコラボした時に、うん、一塁手のことをファーストって言うんですけど、うん、掛布さんは、フォアストって言うんだよって、関根さんが、フォアストって掛布さんだけ言うんだよって言ったんです。で、掛布さんに前会った時に、掛布、うん、さんってやっぱりファーストのことをフォアストって言うって聞いたんですよ。そしたら、うんあ、嘘って。僕はファーストって言いますみたいな。うん、あれは多分関根さんがモノマネをする中で誇張してるんだと思わせて言ってたんですよ。うん、じゃ昨日中畑さんがずっとフォアストって言ってて、うん、だからフォアストって言う人いるんだと思って、中畑さんだった。何から来たんだろう。関根さんじゃなくて中畑さんだった。中畑さんでした。フォアストの犯人。うん、フォアストがさ、俺はもともとサードだったんだけど、フォアストになってさ、ってホワイトみたいな感じなのかな。フォアストっていうの面白くて。綴りもわかんないですよね、フォアストってね。フォアストって。スペルもね。なまってる、なのかな。福島だから。そんなこと関係ないわ。関係ないですよ。あ、来た。石草。はい。石草が来ました。というと、あ、というと。AI で。はい。何も言ってない。してくれました。あ、劇団スティックについて、うん。教えてて、これなんか喋ったんですか？うん。喋った。そしたら、日本の演劇、劇団の一つで、1988年、早稲田の演劇サークル出身のメンバーによって結成されました。代表作には、砂漠の花、君の歌。いや、新宿スワンなどがあります。すごいなった。代表作にすごいなった。独自のスタイルを確立しており、徹底的に役者の身体表現や音響、照明などの演出技術にこだわった作品を多く発表しています。特に体表現に関しては劇団員がボディービルダーのようにトレーニング高い身体能力を持って舞台に臨んでいることが特徴です。すごい。その後もずっと書いてますよ。長く説明が、はい。数々の賞を受賞しています。CM などの高い評価を。これ怖くないですか？いや、なんかすごい。すごいね。そういう、なんか適当に書いちゃうアプリってことですよね。そうだね。っていうことですよね。うんうん。だから怒る人はいないよね、あんまり。まあ、そうか。あんまりも違いすぎて。あ、これ、なんか時間潰すのにめっちゃいいですね。めっちゃ面白い。うん。だから悩みとかも答えてくれるから。ああ、適当に答えるんだ。そう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 。当たるわけないですもんね。
でもこんなスラ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  ね、ありそうですもんね。なんかね、ありそうだけど、新宿さんやってたって言ったと思うね、スティックで。ね、名門劇団で。本当だ。名門、肉体を。肉体、ボディービルダーの肉体で。このアプリを本物のアプリだと思い込んじゃって、うん、取材とかで事前に調べてくる、あ、いるかもね、これさんとかが。うんうんうん、合わせたの。見ました、新宿さん。嘘つけ。嘘つけ。嘘つけ。劇団スティックの新宿スワン見たんすか？それ漫画、漫画ですよね、新宿スワン。関係ないっすよ。あれもね。あれ確か。本当の資料だと思って。根っこがそんなに興味ないから、あれおかしいな、みたいな。すぐバレる。空港中心の方ですよね、新宿さんって。いや、違います。違いますか？あれ調べたな、こいつ。あれで調べちゃった。調べたらすぐわかりますね。そうだよね、あれだろって。バレる。バレる。それではそろそろ参りましょう。はい、あなたの受賞自慢大募集。清水ミチコとナイツのラジオビバリーヒルズ。リクエストの募集です。木曜日バリーお昼12時からはあなたからのリクエストを紹介する音楽道場破りをお届けします、うん、今週は恒例ビバデミー賞2023を開催中ということで、うん、私の受賞リクエストを募集中、うん、自分や家族がノーベル賞や国民栄誉賞を受賞したなんてすごい賞から残念賞、努力賞にブービー賞までどんな賞でも構いません、うん、はい、賞にまつわる思い出やエピソードにリクエストを添えて送ってください。花輪さん一番嬉しかった。僕はもう20年前にベストファーザー賞ですね。え、本当に取ってないでしょ。あ、高野花浩二と間違えちゃった。全然違う。すみませんでした。一瞬本気にした。なんか本当に取ってんのかよ、はい、高野花取ってんの、皮肉。ちょっと取ってんのかよって言う人を20年で選んだら高野花めっちゃお前あんだけ仲悪い、はい、取ってんのかよ。ま、マザーの方はちょっとリアルすぎてやめました。なんか生々しい、ま、マザーすごいよね。マザーの方が多かったんで、なんかそういう人が、はい、マザーの方にさせていただきました。選ばせていただきました。大人になったねじゃないわね。はい、私の受賞リクエストです。受付メールアドレスはヒルズアットマーク 1242.com、 受付ファックス番号は 0570-021242。 採用された方にはもれなくニュータッチのスゴ麺詰め合わせセットをプレゼント。そんなこんなで今日も1時まで生放送、日本放送ラジオビバリーヒルズ。口の減らないやつ、この時間はニュータッチ白鶴酒造がお送りします。ニュータッチすごめん、札幌濃厚味噌ラーメン、香ばしい味噌の香り、食欲をそそります。本格派のご当地ラーメン、ラードが決め手の濃厚味噌スープがすごめんに絡んで驚きの美味しさ。ラジオではこの香り伝えられないのが残念だね。すごめん、札幌濃厚味噌ラーメン、すごめんはすごい、うまいヌードルニュータッチ。飲める軽快な口当たりと、さらにうまみ豊かに膨らむ味わい、それが白つる丸。いい笑顔に丸、白つる丸。飲酒は二十歳になってから。楽しくなければ吉兆じゃない。親切で明るく安心、それがパチンコ吉兆です。皆さんが安心して楽しめるよう、心を込めた接客でお迎えいたします。初めてでも安心、パチンコ行くならパチンコ吉兆。日本放送ラジオビバリーヒルズ。続いてもう一つメールファックスの募集です。お便りいきなり大洗い。木曜にお届けしているのは謎かけ芸人土っちの整えてきました、うん、今週のお題は理想の上司。先日理想の上司ランキングが発表され、雲南の内村さんと日テレの三浦アナが V7 を達成したことも話題になりましたが、理想の上司を題材に謎かけをひねってください、うんうん、受付メールアドレスはヒルズアットマーク 1242.com、 受付ファックス番号は 0570-021242。 土っちに勝てばナイツ特製手ぬぐいを進呈します。また10週買って電動入りを目指してください、うん、その他すべてのメールファックスから抽選で3名様に番組特製名刺サイズのステッカービバリー名刺シールをプレゼント。たくさんの投稿お待ちしてま す。仕事の音色、本日は左官職人の吉野さん。壁を塗るリズムがそのまま模様になるぞって離れた現場の親方からいつも言われています。ウェアラブルカメラを導入して技術も効率も上がる時代です。DX のことなら NTT 東日本。はい、
ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私はデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなったため仕方なく。返し終えたのは5年前。過払い金は借り入れが少なかったため関係ないと思っていたんですが、間違っていてもいいかと電話を。そしたら100万円を超える過払い金がありました。このようにクレジットカードのご利用経験者に現金が戻るかもしれません。あなたも対象か無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。うっちゃんなんちゃんがオールナイトニッポンに帰ってくる。15年ぶりの復活となる今回の放送には、専門学校の同期生である出川哲朗と専門学校の後輩バカリズムも登場。うっちゃんなんちゃんのオールナイトニッポン、放送は今度の土曜日お昼1時から。ふみおのちょっといい話。この時間は好立地続々オープンハウスがお送りします。今日ピッチャー調子いいみたいだな。そうだな、ここまでフォアボール1個だって。え、1個立て？いや、1個だって。ああ、1個立てかと思った。お前、買う気だろ、1個立て。まあね。東京に家を持とう、オープンハウス。日本放送ラジオビバリーヒルズ。お聞きのビバリーヒルズ、今週はスタッフ一丸となって輝けビバデミー賞2023をお楽しみいただいております。月曜は安倍貞夫さん、火曜日は萩本欽一さん、昨日水曜は純烈の後上さんと新メンバーの岩永さんが登場。今日はラジオの前のあなたが主役ということで、あなたの受賞リクエストを募集中。あなたの受賞エピソードにリクエストを添えてお寄せください。はい、そして明日最終日はマセキ芸能社所属のモグライダーが出演。去年1年でブレイクした2人に高田先生からビバデミー賞が贈られることになりました。はい、柴くんはね、ちょっとこうシュッとしてイケメンですけどね。ともしげもやっぱりね、実は田中哲司さんに似てるっていうね、イケメンなんですけどね。花さんだけです言ってんの、ずっと田中哲司さんに似てる、はい。似てるんですけどね。だいぶ顔のサイズ違いますね。そして明日からはいよいよオールナイト55時間スペシャルが始まります。おとといは伊集院光のオールナイトが33年ぶりに復活することも、ずっと聞いてなきゃいけないじゃん、これも。そうなんです、すごいことですよこれ。ツイッターのトレンドにも入ってました。この55時間スペシャルだけでなく、今週はオールナイトニッポン55周年を記念し、夜8時からはオールナイトニッポンプレミアムもオンエア。今夜は小泉京子さんがパーソナリティを担当。80年代アイドルを代表する存在のキョンキョン。なんて言ったって言っちゃうから、なんて言ったってなっちゃうから、はい。それで止まってるんですよ。何気にしてんですか。実は、自身も80年代アイドルオタクだそうです。今夜はキョンキョン自ら80年代アイドルコアソングを選曲。リスナーからも始まっちゃった。間に合った。いいことじゃない。聞きなさいよ。なんでダメなの。なんで立てが来ちゃダメなの。気になって入ってこないよ情報が。リスナーからも好きだったアイドルの思い出や80年代のマニアックなアイドルソングを募集するそうです。受付メールアドレスは小泉アットマーク g42.com でお願いします。ナイツ花信之と土屋信之のラジオビバリーヒルズ。ベリーベスト法律事務所より、集団予防接種により B 型肝炎ウイルスに感染した皆様へ、昭和16年から63年生まれの方を対象とした最大3600万円の給付が現在行われています。まだ給付を受けていない方は給付を受けてください。特に注意が必要であるのが、現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方です。これらの方は給付対象にもかかわらず給付を受けていないことが多いです。最後に、この給付金ですが、請求期限があります。期限が切れる前にあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。 0120-70-7000 番、70-7000番。第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。ねえ、ありがとネットって知ってる？え？見てみて、千葉県の特産物がいっぱいのありがとネット。美味しいものから素敵なものまですぐに買えちゃう。生産者と消費者をありがとうでつなぐありがとネット。あ、ありがとう。ネット、ありがとネットで検索。あ
ありがとうネット。車を売ろうとしている方、下取りだったり近くの中古車でいいやなんて思っていませんか？それもったいないですよ。実は中古車買取店によって買取額に差があります。しっかり比べないと損するかも。そこで車たかし。車たかしは中古車買取店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。平均18万8000円も買取額に差が出てるんです。たった1分、あなたの車の情報を入力すれば最大8社の査定額が無料でわかります。あとは比べてみて一番高いところを選ぶだけ。車を高く売りたいなら車たかしで検索。古田敦也です。今お持ちの不動産いくらくらいかなと思ったことはありませんか？ハウスドゥが開発した10秒査定、最小限の情報入力で目安の価格が最短10秒でわかります。スマホのアプリかホームページでお試しください。不動産ドゥザベスト、ハウスドゥ。鶴子でおま、田中美和子でおま、オールナイトニッポン55周年記念深夜の青春リクエスト。深夜に起きた青春の思い出を大募集。鶴子師匠、青春いつでしたか？マジャホリー、まあ、満たない。鶴子の噂のゴールデンリクエストは今日夕方5時30分から。ナイツの土屋です。花輪です。木曜パートナー美濃遥です。今週のラジオショーは春のピン祭り。今日のゲスト1時台はお見送り芸人新一。トロフィー返して手持ち無沙汰になるピン芸人好き。2時台は長野さん。ゴッホより普通に土の絵が好き。ラジオショーは今日のお昼1時から。トリオで明るい未来を、日本ペイントがお送りする産経新聞ニュースです。報道部森田デスク、お願いします。はい、お伝えします。トルコシリア大地震でユニセフ国連児童基金は両国で合わせて700万人以上の子どもが被災したとして国際社会に支援を訴えました。冬の寒さの中で路上などに寝泊まりしている子もいて、低体温症や呼吸器系の感染症の増加が報告されています。ユニセフの報道官は多くの子どもが絶望的な状況にあると強調したほか、心のケアも課題で対策を進めていると明らかにしました。両国当局や国連によりますと死者は4万1000人以上となり、捜索活動が続くものの生存者の救出は極めて厳しくなってきています。一方、この大地震で行方不明者の捜索と救助にあたる国際消防救助隊の一員として東京消防庁から派遣され、昨夜帰国した職員6人が今日被災者に感謝されたなどと任務終了を報告しました。救助隊はトルコ政府の要請を受け、地震が起きた6日に日本を出発し、昨夜帰国しました。東京消防庁によりますと、トルコ南部の都市で倒壊した建物の瓦礫などから6人を救出したということです。次に、財務省が発表した先月1月の貿易統計によりますと、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は、速報値で3兆4966億円の赤字で、比較可能な1979年以降、1ヶ月間として過去最大となりました。原油などの資源高と円安によって輸入が膨らみ、輸出を大きく上回りました。赤字は18ヶ月連続です。これについて磯崎官房副長官の先ほどの記者会見です。で、輸出の動向につきましては、内外の経済情勢あるいは原油価格の動向など様々な要因の影響を受けるものでありますが、まあ、いずれにしましても今後動向をしっかりと注視してまいりたいというふうに考えております。一方、内閣府が今日発表した去年12月の機械受注統計で、企業の設備投資の動向を見る指標とされる船舶電力を除く民需の受注額が2ヶ月ぶりのプラスとなりました。受注額は前の月と比べて 1.6% 増え、8519億円でした。基調判断は前の月の足踏みが見られるを据え置きました。次に、東京八王子市の東京都立大学南大沢キャンパスで教授で社会学者の宮台真司さんが襲撃された事件で、事件後の去年12月に死亡した41歳の男が容疑者と特定されました。これは警視庁が今日明らかにしたもので、男は無職で神奈川県相模原市南区に住んでいました。自殺とみられ、容疑者死亡のまま書類送検します。
去年1年分の所得税の確定申告の受付が全国の税務署や特設会場で今日始まりました。国税庁は混雑緩和などのためパソコンやスマートフォンで自宅などから申告できる e-tax 国税電子申告納税システムの利用を呼びかけています。申告を税務署や特設会場で相談しながらする場合には新型コロナウイルスの感染予防措置として入場整理券が必要です。受付期限は来月15日までです。おしまいに、メジャーリーグエンジェルスの大谷翔平選手が15日アメリカアリゾナ州でキャンプインしました。キャンプ初日の大谷選手はピッチャーとしての練習がメインで笑顔を見せながら投球練習も行いました。でエンジェルスのネビン監督は大谷選手がアスレチックスとのレギュラーシーズン開幕戦で2年連続の開幕投手を務めることが濃厚だと明かしました。試合は来月30日、日本時間の31日です。また来月1日に行われるブリュワーズとのオープン戦で今シーズンの実戦初登板に臨む予定です。そしてその後来月初旬に日本代表に合流する見通しということです。この時間のニュースは以上です。ありがとうございました。壁にペンキをファンに初めまして、ぬっちゃいアイドル日本ペイントの日本ペイントです。日本ペイントって何の会社か知ってますか？続いてはパワーウィズハート、関西電力がお送りする日本放送天気予報です。今日の関東各地は夕方にかけて晴れるでしょう。ただ日差しがあっても空気は冷たいままです。最高気温は東京都心は9度、横浜や千葉埼玉は8度の予想です。防寒対策はしっかりと行ってください。今夜から明日の明け方は雲が広がりますが雪や雨は降らない見込みです。明日の日中は晴れて最高気温は都心で11度と平年並みになるでしょう。東京の今日のお天気は晴れのち曇りです。以上お天気でした。環境対策や経費削減、課題が山積み。それなら全国で対応してくれる関西電力へ。検索ワードは脱炭素ソリューション。へえ、自社の課題から最適なソリューションを診断できるのね。たくさんの事例もあって分かりやすいわ。早速相談してみよう。電気だけじゃないソリューションを関西電力。日本放送交通情報です。警視庁の日本道路交通情報センター、日本道路交通情報センターの和田さん、よろしくお願いします。はい、高速道路の状況です。中央道の上りが工事のため渋滞しています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルで工事のため8キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で14キロ渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは海老名ジャンクションで10キロ、外回りは久喜白岡ジャンクション付近で7キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。都心環状線の内回りは竹橋ジャンクション付近でトラックと乗用車の事故のため、江戸橋ジャンクションを過ぎて6号線の上りの駒形まで渋滞しています。このため7号線の上りは両国ジャンクションを先頭に2キロ渋滞しています。一般道路の状況です。神奈川県の国道16号線の八王子方面へ向かう下りは相模原市中央区静清交差点での事故の処理は終わりましたが、断続的に4キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの和田がお伝えしました。ありがとうございました。次の日本放送交通情報は12時25分頃お伝えします。この後は音楽道場破り、今日は私の受賞リクエストを紹介します。梅沢富美男劇団特別公演、梅沢富美男&研ナオコあっと驚く夢芝居、3月7日小田原三の丸ホール、3月8日サンシティ越谷市民ホール。チケット好評発売中。お問い合わせは03-3355-3553 IS まで。
NTT ファイナンスからのお知らせです。NTT ファイナンスや NTT を装って自動音声による電話や携帯電話のショートメッセージサービスによる架空の未納料金の支払いを要求する詐欺が発生しております。くれぐれもご注意ください。詳しくは NTT ファイナンスのホームページをご覧ください。デイリーヤマザキ。ねえ、サンドイッチは何が好き？デイリーヤマザキのミックスサンド。なんて言ったってパンが違うんだな。パンにこだわるデイリーヤマザキのミックスサンド。わあ、しっとりふわふわ。ここにしかない美味しさ。デイリーヤマザキ。清水のみっちゃんとナイツ花野ぶゆきと土屋のぶゆきのラジオビバリーヒルズ。今日の音楽道場破りのテーマは私の受賞リクエストです。松任谷由実子です。私は去年文化功労賞を受賞したんですね。そして今年の目標は目指せ人間国宝。すごい。僕たちはね、浅草芸能大賞をいただいたので、これを踏み台にしてね、念願のベストジーニスト賞をコンビで目指します。どこ目指してんねん。というわけで今日も11時半から生放送ラジオビバリーヒルズ、木曜日の担当は清水美智子とナイツのお二人です、はい、よろしくお願いします。そしてお昼はこのコーナー、音楽道場破り。というわけでリクエストが採用された方には嬉しいプレゼントが待ってます。はい、どうもナイツです。今週のあなたの受賞、あなたの、受賞リクエストが採用された方には、うん、もちもちのノンフライ麺が特徴の大人気のラーメンニュータッチ凄麺、札幌濃厚味噌ラーメンを含む12種類の凄麺詰め合わせセットを進んでいます。まあ、石井福子さんプロデュースのスペシャルドラマに出演する綿鬼ファミリーにも差し入れしたいですけどね。母さんはドラマに出ないから一つ少なくて大丈夫だよ。いや、あたたたということは言うから、古い新宿スマン出てないでしょ。ちゃ出てます。劇団スティックで新宿スマン、やってないからスティックです。図工とかやってないから新宿スマン。ボディビル担当の花です。そういう話なの新宿スマン。週刊誌の情報、ニュータッチの凄麺札幌濃厚味噌ラーメンは本場の、札幌の味噌ラーメンの味わいを彷彿させるコクと深みのある一品です。コクと深みが出てきたねと褒められたのがナイツ独演会、それだけでもウキウキしますです。去年開催した独演会ツアー、おかげさまで好評だったけれど、今はニュータッチのお知らせですからね、うん、ニュータッチ凄麺札幌濃厚味噌ラーメンは北海道味噌ラーメンの特徴でもある丼を覆うほどのラードが入った本格派。ナイツ独演会それだけでもウキウキしますも毎年恒例、時事漫才や新しいスタイルの漫才から本格派の漫才もてんこ盛りでございましたよ。自画自賛がすごいです、うん、それよりもニュータッチ凄麺札幌濃厚味噌ラーメン、表面はツルツル、中はもちもちとした食感で濃厚味噌スープと相性抜群。具材にもこだわり、キャベツ、肉そぼろ、コーン、ネギを使用。濃厚感、具材感ともに大満足の札幌ラーメンです。ナイツ独演会も去年はニッチェの近藤、パーパー星野とマセキ芸能社の事務所総出でやりましたよ。ユッキーナみたいに言うな。あとも茹でたてのうまさ、まるでお店のラーメンのような本格的な味を追求したカップ麺、ニュータッチ凄麺シリーズと、来週22日水曜日に発売される DVD ナイツ独演会それだけでもウキウキしますをご賞味ください。 Amazon ではなぜ か今回も勝手に 23% 引きとなっています。勝手にってなんで Amazon であれどうなってんのかね。ねえ、すいません、なんかね、よくわかりませんよ。よくわからない、本当よくわからないです。うん、はい、わからないまま、はい、まずは1枚目、府中市のラジオネームともさん89、とも89さん、はい、はい、いただきました。私は24歳の社会人2年生です。私の受賞エピソードといえば、今から15年前、小学4年生の頃の話です。市が主催する兵庫コンクールに学年の全員がエントリー、テーマは家族だったと記憶しています。人生で初めて作った575は結果学校から唯一優良賞を受賞しました。これからも家族みんなで頑張ろう。本田圭佑さんを彷彿とさせる、まさに無回転ひなりゼロの一句、今でも我が家のスローガンです。なんで選ばれたのかね、すごい、なんでしょうね、みんなで頑張ろう、普通、本当無回転ですね。普通のことっていうのがやっぱり子供らしい、ああそうか、素直 な、ね、みんなひねりすぎるのか ね、ひねりすぎるんですよ、ちょっとお笑いに行ったりとか、はい、うまいこと書いた子もいるんだろうけど、なんかちょっとあれだったかもしれない、好かれなかったかもしれないですね。そうかも、ドラマとか見てると結局、諦めない気持ちだとか、そういう言い方なんか普通だなと思いながら。それはわざと棒で言ってるからね。あれだけど。わざとなのこれ。よく違いわかるね。いや。諦めない気持ちだ。そう、わざと。あ、うまいです。上手です、上手です。どっち？上手です。どっちだった今？上手です。上手な方。はい、はい。棒じゃなかった？
今のはそうですね。ゲリダンスティックには入れないってことね。いや、まあ、わざとらしさが出ると入れない、ね。わざとらしさが出ると、ちょっと、って感じですかね。はい。諦めない気持ちだあーおー。入れる。ちょっとボーボーです。ボーボーってのが、はい、ボーボーってなんその審査の仕方なの、ボーボーって。ボーボーです。日本指。ちょっとジャッジが分かんないですけど、ジャッジの基準が。難しいね。じゃあちょっと機嫌次第みたいな感じで。ボーですってこれ。辛坊太郎です。よろしくお願いします。辛坊二郎、辛坊二郎さんみたいに。神の棒と書いて辛坊太郎です。神の棒神の棒屋ですね。本当の棒なんだ。はい、棒の中のカリスマですね。すごいかっこいい。ありがとうございます。本当のいつでもね、よかったら、メソッドをね、やりますので。メソッド生意気。はい。本とか出すからね、こういう人。道島ひかりさんとか今、逆に悩んでたら聞いてください、ね、悩むか。どうやってぼやるんですかね。何週悩んだらそこに行くんで。演技で。本当だよね。演技で何週悩んだら。逆にそうなのかな。辛坊太郎のとこに行こうと思う。道島ひかりさんとか、役所広司さんとか。聞いてますか。教えることないだろ、何も。この方のリクエストです。スマップで頑張りましょう。で、校長先生が1年間解禁だった生徒の名前を呼び、呼ばれたら起立するという、恒例行事がありました。起立するね、各クラス1人2人いればよく、いいくらいの解禁賞ですが、なんと私のクラスは全員が解禁賞でした。名前を読み上げる続ける校長先生、ざわつき始める体育館。あのクラス気持ち悪い。いつまで名前呼ぶの？もうよくね？長いんだけど、などと言われ、冷ややかな目で見られました。悪いことはしていない。むしろ異様なのに、なんだかな？となりました。解禁賞。とにかく長いっていうことって嫌われるよね。とにかくそうですね。そう式典とかね。式典とか特にそう。無駄がやっぱり、ね、どんどん短くなってますからね。そう。だからこう、クラス全員でもよかったよね。そうですね。そうなんですよ。気持ちはね、嬉しいですけど、一人一人呼びたいっていうね。でも解禁賞ってそうっすよね。そんなに、クラスで一人二人ですか？もっといますよね。でも普通はそれぐらいなのかな。解禁賞多かったよね。そうそうそう。結構いますよね。うん。何十人っていると思うんですけど。結構昔の方が多かったかもね。今ちょっと休ませますもんね、すぐ。あ、そうだね。いけない感じ。本当だ。昔の方が、多い、解禁賞。無理ですよ、今の時代で。ちょっと咳してたらもう今日休もうかってなったな、ね。みんなのためにってことになるもんね。ね、なりますもんね。そうですよね。難しいところですね。学級閉鎖とかはね、ありますけど、あれは会議所は関係ないですよね。多分、学級閉鎖になった休む分にはね。そうだよね。そっか。まあでも、自分が会議所だった記憶ももう忘れてるもんな。いや多分会議所だったんですよ、僕。ああ、そうなんだ、はい。そんなに休む。結構体弱そうに見えるけどね、話聞いてると。あ、本当ですか、うん、体力ありますね。体力ありますよ。体力はあるけど、はい、運動神経がないってことだけ。運動神経がないんですね。まあ、たまに大きい選手の朝一みたいにドンってやっちゃうんで。あ、それでなんか、寝坊寝坊あ、ちゃんと反省してた。はい、あれ、謝罪の言葉みんな待ってるからね。まーちゃんごめんね。最悪です。謝罪の言葉の中で最悪です。まーちゃんごめんねが。一番反省してない人が言うことです、あれ。この前、なんかあいつ今何してるっていう番組の、なんか打ち合わせであって、うん、懐かしい人に昔の友達で、なんとか正幸君って言って、まーちゃんって言ってた子が、ちょっと僕がいろいろなんかやっちゃったから、今謝りたいんですよね、って言ったら、スタッフがもう全然狙ってなくて、あ、だからまーちゃんごめんねっていう感じですかって言った時に、すげえ変な空気なんです。恥ずかしいみたいな顔しちゃった。まーちゃん、まーちゃんごめんね。まーちゃんごめんねって今言いましたと。いや、すいません、なんでも、あ、すいません、みたいな。棒のくせに泣きにすんなよ。大鶴肥満と、川北のせいで。まーちゃんごめんね。恥ずかしい言葉みたいな。恥ずかしい言葉。本当だよな。はい、この方のリクエストはですね、ホリキンやコオロギ73、ザ・チャープスで、風になれです。ほっと声がする、シュッシュッシュッと風が鳴る、しんしん白い朝の虹、青春の夢が駆けてゆく、燃える拳に
全てをかけた。ひとりぼっちの瞳が熱い。父さんの道、キラキラの道、チャンピオン目指し駆け上る。元気元気、風になれ元気、雲に乗れ。ホリキンやコオロギ73ザ・チャープスで風になれを聞いてきました、はい、続いてラジオネームダブッチさんです、うん、38歳相模原市の方、うん、中学の時に近隣の中学校が集まって連合運動会が毎年行われていて、はい、私は走るのも苦手だし、うん、一番瞬発的な瞬間的な力ですぐに終わるからという理由で、うん、砲丸投げにエントリーしました。なるほど。それで2回投げるのですが、2回とも記録はマイナス1メートルでした。投げるときに前に投げずに真上近くに投げてしまい、すべて自分より後ろに落ちてしまいました。なるほどなんだ。今までマイナスという記録はない珍記録という自己ベストで、珍記録賞で特別表彰されてしまいました。ちょっと複雑な気持ちでした。こんな記録を出したのは僕だけという。うん、結構危ないっちゃ危ないよね。危ないです。上に投げたら、上に投げると、そうですよね。ね、何のためにあれがねできたんですかね。砲丸投げ、本当不思議だよねあれ。砲丸を投げるんですもんね。だってよくすごいですよ、ね。砲丸投げることはそんなないからね。鉄の玉あれでまあ競技、うん、まあでもそまあ力を決める。投げ方は何でもいいんですもんね。結局ね。なんかその走る系の競技とかある中で、ね、陸上の中でパワーを競いたいってなった時に。うんなんかあの子だけちょっと浮いてるんだよね、砲丸投げ。砲丸だけ。あの子だけ。あの子だけちょっと。あの、この砲丸投げのフォームにこだわるからマイナスになっちゃうじゃないですか。だから別にあの、フォームなんか何でもいいから、自分がこうやってポンってやれば、50センチぐらいはいける。まあまあ、そのマイナス1メートルってことはないよ、ね。よりはない。いいよ。まあそうだね。でもこう、この腕がもうちょっと怖い感じはするよね。怖いですよね。うん、そうですね、うん。上にもう持っただけで。本当なんのためなんだろうね。やっぱ、オリンピックとかの競技になると、ああいう、そんな、回る回って投げるっていうのがやっぱ一番飛ぶんすかね、あれ、砲丸投げって。ああ、あれ、すっごい飛ぶもんね。ね、やっぱあのフォームを習うのにすごい時間かかりそうです。ちょっと頭に来たから砲丸化してって言う、おいつねってならないもんね。本当に怒った時。ちょっとなんかね、あの、灰皿投げるとか、うん、スリッパ投げるみたいな ね。ちょっと砲丸置いといて。砲丸置いて。ダメでしょうね。もう、違うっつってんだろうっつって、砲丸投げられたら嫌ですね。なんかもうとんでもないパワーで生まれてくる人っているじゃないですか。うん、やっぱり力がものすごい強いとか、うん、そういう人に、お前砲丸投げの選手になれよっていう感じになる人は多いんですね。やっぱり僕の友達でもそうですよね。もう子供の頃から、とんでもなかったんですよ、力が。それで、やっぱ砲丸投げの、なれよって言われたら、もう、いきなり県1位とか。だからそういう人ってやっぱいると思うんですよね。確かバスケの選手でもいたよね。なんか、うん、先生が、うん、お前バスケに向いてるぞとか言って、やってみたらね、伸びたとか。そういうね、やつにあるのかな、やっぱりそういう。なんか筋力も、だから赤ちゃんの時から違うって子もいるみたいだもんね。ああ、そうなんだ。うん、そうですけどね、その上でまた鍛えて努力してやるから、ね、そう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 、ね、あの運動神経悪い芸人の時に、うん、そういうやったことないスポーツさせられるんですよ、うん、で当然行かないじゃないですか。その時になんかスタッフかなんかバイトの子がすっごい笑いながらこうやってメーターを測るの、あれが腹立つんですよね、うん、しょうがないでしょ。口がちょっと口角上がってるだけでしょ多分。余計そう見えるんでしょ。50センチですとかこいつ笑って、また笑ってるよ、別にそんなの。そう、あの、運動会の時もそうだけど、自分のことを笑ってるわけじゃないのに、, 笑わないでよって思ったことあったのよ。ありますよね。それが毎年来るんだ、ね。ただでも惨めなんだからさ。運動神経悪い芸人は。ね、この方のリクエストです。エレファントカシマシ、俺たちの明日。さあ、頑張ろうぜ。お前は今日。
ミさんは元気か子供は大きくなったかい実は昨日お前とつるんで歩く夢を見たんだ昔みたいにお前と歩く夢をそりゃあの頃は俺たちの時代を築こうなんて話を何時間でも語り合って飽きなかったなそしてそんな時間こそ本当は俺たちのああ人生そのものだったな時は流れてガシマシで俺たちの明日でした、はいはい続いてはラジオネームつぐさんからいただきました49歳の男性です、はい、幼稚園の時にお昼のお弁当や給食を一番に食べ終わると先生から花丸ナンバーワンの賞を手の甲に書いてもらいました、このナンバーワンはほとんどが私で確か負けた記憶がありません、けどこれって単に早食いってだけですよねその癖は未だに治ってませんゆっくりよく噛んで完食が理想ですね良い子のみんなは真似しないようにと思いました、確かにこの、ね、俺はそうですね、分かりますよ、早すぎると良くないですね、健康に良くないよね、食べすぎるから、でも幼稚園ってね食べ終わるのは遅い子がいるからね、遅すぎるんだよね、遅すぎる子いるよね、遅すぎる子がいるから多分こういう方を考えたんでしょうけど、うん、もう違うことやっちゃってる子とかいるもんね、そうそう、食に興味がない子ってそうなっちゃうよね、集中できない、散漫になっちゃう、確かに。もう下げちゃうよって言ってもどうぞどうぞって感じでなんだよ早く食べてきれいにしてもらいたいのにそう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 、そうだな食べない子っていますもんね食べ破るそう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 気がつかないのかな食って一日の中ですごい大切なそうですね。ね、楽しみな時間。本当ですね。飛行機なんかさ、乗ってるとさ、あれが一番楽しみで、早く来ないかなあ、そうですか。あ、思わない？機内食あんま食べない。結局、海外とかだよ。そうですよね。海外とか、そうですね。そんなに、なかった、映画に夢中って感じ？そうですね。文化人気取り。そんな絶対食べてるね。早いですよ、その、判断するのが。文化人気取り。レッテルファン昔からそうだよ。知らないでしょ。もう昔からそうだから、もうねあるんですね自分の中で決まりですね。もう今思いついたことじゃないですもん。たくさんの衝動的なものじゃないから言ってたことなのかな。文化人気取り。初めて言われた。初めて言われましたけど。この方の、はいリクエストは、はい、キャロルでファンキーモンキーベイビークロ二十歳さんです。2年ほど前ナインティナインさんのオールナイトニッポン。はがき職人大賞のメール部門で1位を受賞したことがあります。ああ、輝かしい。すごいよね、この子。毎週頑張ってネタメールを投稿し続けて、ようやく獲得した1位だったので、心の底から嬉しかったのですが、自分の周りに番組を聞いている人がおらず、わかる。ましてや、ラジオリスナーさえいなかったため、誰にも自慢できずに、悶々とした日々を過ごしていました。しかし、次第に誰にも言わないことが、美学だと考えるようになり副賞としてもらった表彰状は飾らずに引き出しの中に入れて、もったいないもったいないね、そういう人によってはすごい勲章なんだけどね、そうですね、やっぱラジオに関わってないとなかなかこの凄さ分かんないかもしれないでしょうね、はがき職人さんすごいですもんね、すごいね、やっぱ層が厚いからね、表彰してくれるわけじゃないですし ね、そうね、一部にはなんかすごい受けるっていう、そう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 、
ますね、これはね。あんたたちなんか出したことないでしょ、うん、ないですね。ないですね。高校の時なんか、ハガキなんかね、出したことないですよ。うん、とかそういう。そういう人たちがな、分かってないからな。ラジコとか改変しちゃうんでしょ、はい、あんたたちみたいな。ラジコの改変が。いや、清水さんがラジコの改変になって、画面黒くてボタン押しにくいって言ってたんで。そう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 。変えるたびに変ってことになってくるの。あれでも、しばらくしたら慣れてきますよね。そうね。ああいうアプリってね。なんか変わりますよ、慣れてくっていうか、慣れるしかないから、ね。慣れるしかないですもんね。うん、言い方気をつけて。性格悪い。文化人気取ってました。文化人気取りだから、ね、どういう早いですよ、決めつけるの。初めて言われたんだよ。文化人気取り。文化人気取り。なんとか気取りってあんま言わないもんね。そうですね。自覚ないのにあるんですね、お菓子食わないで映画見ただけじゃないですか。さあ、この方のリクエストは、うん、ビートたけし、OK マリアンヌ。23日は、223で包むの語呂合わせから、うん、風呂敷の日。包みじゃなくて、包むなんだ。包み、ほんとだ。ね。包む。苦しい。包み。包みで、ね、包みでね。そうですね、うん。風呂敷の日。そして風呂敷といえば、大風呂敷を広げるなんて言葉もあります。そこで来週のリクエストテーマは、ビッグマウスリクエスト。あ、面白そう。有言実行だと思い、つい大きなことを言ってしまったとか、うん、職場に俺は昔大阪を占めていたなとか、悪だった自慢をする上司がいますなど、あなたの周りのビッグマウスな人エピソードにリクエストを添えて送ってください。うなさんの周りはいますか？いや、やっぱり後輩芸人とかがね、やっぱりそういうちょっとビッグマウス結構言いますよ。今年は、あ、M1 の準決勝行きますんで。それ希望ですよね、はい、ビッグマウス分かってないよね。でそういう気取れませんよ、文化人。このネタは行きますよみたいな。そういう方はビッグマウス頑張りますって。行きますよみたいな。違うんです、それは。違います、ただのビッグマウス。でもね、その井口くんはそのネタができた時にもう決勝これ行くって分かったってね、言ってましたから。ああ、それ自信だからね。でも自信、それビッグマウスじゃない。ビッグマウスじゃないですか。ビッグマウスってどういうやつなんだから大口を古代妄想みたいな。ああ、無理なことを言っちゃうみたいな。そう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 。ああ、なるほど、ね。自分こけるなんすよみたいな。下手と下手。こけるって、こけるってそういうもんすか。そういう時に使う言葉なんです。嘘だと思ってないわけですもんね。そう、自分が。そういうことか。ああ、そういうことか。なるほどね。はいはいはい、じゃあちょっと皆さんのビッグマウスリクエスト。ね、ビッグマウスリクエストお願いします。ヒルズアットマーク 1242.com まで送ってください。はがきは郵便番号 100-8439 日本放送ラジオビバリヒルズ音楽道場破りの係まで。たくさんのリクエストお待ちしてます。ラジオビバリヒルズ。確認は0120-10-10-10。中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜならカードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすればあなたに現金がいくら戻るのか、無料で確認できます。代表は、法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから、現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。クレーン建設機械玉掛け、高所、フォークなどの免許はさくらクレーン学校、千葉県のさくらクレーン学校へ。ナイツの土屋です。花輪です。木曜パートナー美濃遥香です。今週のラジオショーは春のピン祭り。今日のゲスト1時台はお見送り芸人新一。トロフィー返して手持ち無沙汰になるピン芸人好き。2時台は長野さん。ゴッホより普通に土の絵が好き。ラジオショーは今日のお昼1時から。パ
パチンコ&スロットアミューズがお送りします。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの古谷さん、お願いします。はい。首都高速道路は都心環状線の内回りが事故のため渋滞しています。都心環状線の内回りは竹橋ジャンクションで事故のため2キロ渋滞しています。葛西から美女木ジャンクションまでのルートです。9号線を上って神田橋を通り5号線を下ると45分です。中央環状線を利用して5号線を下っても45分です。続いて東名高速道路と中央道方面から霞ヶ関までのルートです。厚木インターから東名高速道路と3号線を上ると50分、上野原インターから中央道と4号線を上ると1時間45分です。日本道路交通情報センターの古谷でした。ありがとうございました。次の日本放送交通情報はナイツザラジオショーの中で1時30分ごろお伝えします。どうも、チョコレートプラネットサダです。松尾です。パチンコ&スロットアミューズの歌歌っていいかな。え、どうぞ。いいですか。うん。ミャッナッピーアーズ。お猿さん、お猿さん、終わっちゃう、終わっちゃうから。お猿さん、終わっちゃうって。ナッアーズ。行きたくなってきた。パチンコ&スロットアミューズ。続いては大好評ラジオリビングです。今日は素手で使えて頭皮ケアもできる白髪染めをご紹介します。その場の雰囲気にすぐ染まることができるカメレオンカッキーこと柿花さん、よろしくお願いします。あなた色にすぐ染まる柿花です。今日のラジオリビングですが、素手で使えて頭皮ケアもできる白髪染めスヴェンソンレフィーネを特別価格でご紹介します。まあ、これからどんどんお出かけする機会も増えて白髪染めが気になるという方多いと思います。でもいざ自分で染めようとすると大変な上にうまく染められないってことが多いんです。そんな悩みを解消したのがスヴェンソンの白髪染め。トリートメントをするような感覚で簡単に白髪染めができます。最大のポイントは素手で使えるということなんです。一般的な白髪染めに入っている刺激の強い添加物を一切入れていないので、素手で使えて頭皮や素肌についても問題ないんです。使い方も簡単です。適量を手に取って髪にまんべんなくなじませて10分くらい経ったら洗い流すだけ。少しずつ自然な感じで染まっていくので、初めて白髪染めをするという方にもおすすめです。素手で使えて頭皮ケアもできる白髪染めスヴェンソンレフィーネ、特典をお付けして2本セットで税込み5980円、4本セットは税込みジャスト1万円です。お申し込みは0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。請求には期限があるので、今すぐあなたも給付の対象かご確認を。お電話は 0120-70-7000番 70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。山、斜面地を売るなら TR コーポレーション。管理が大変で困った土地を売るなら TR コーポレーション。不動産売るなら TR コーポレーション。横浜で開発、造成20年の信頼と実績、卓量建設グループ TR コーポレーションで今すぐ検索。全国統一オールナイト日本検定、サポーテッドバイギャラクシー。東大クイズ王伊沢拓司率いるクイズノックが監修するオールナイト日本クイズを先着5万5000名様に出題。抽選でオリジナルクオカードやギャラクシーのワイヤレスイヤホンがもらえるチャンスも。ただいまオールナイト日本特設サイトでエントリー受付中。2月16日、足水のみっちゃんの天気予報です。今日の天気は晴れ、後曇り。今日の関東各地は夕方にかけて晴れるでしょう。ただ空気は冷たいままですので、防寒対策はしっかりと行ってください。内藤隆です。もうすぐ春。今すぐ花見の準備だ。命令。元ドラえもん。
大人気の秘密道具、空気の塊を発射できる空気砲が UFO キャッチャーで新登場。そしてあなたの心をいつもキャッチしてるのは、じゃじゃん、清水ミチコの道子一恵。はい、クレーンゲーム景品のプライズがホームページでドラえもんおなじみの大人気秘密道具空気砲が今月下旬から登場予定と発表しました。実際に空気の塊を発射できるそうで、あれが欲しいとおねだりする子もたくさん出てきそうです。そんなドラえもん情報は置いといて、今週話題になった言葉を紹介しましょう。まずは昨日放送された水曜日のダウンタウンで、クロちゃんとリッチカップルのその後に密着した様子が放送されました。お正月に湯河原に温泉旅行をしに、下2人にカメラが密着。露天風呂で、心が広いよね。そうですね。露天風呂で混浴してベロチューをしたり、やりたい放題。寝る前にはクロちゃんが手紙を朗読しました。毎日が幸せすぎて夢見てるみたいだし、でもリチには我慢や嫌な思いをさせちゃってるよね。いびきがひどくて寝られなかったり、お風呂が汚くてわざわざ実家に帰ってお風呂に入って家に戻ってくるよね。それでも俺のことを好きって言ってくれて抱きついてくる。リッチが可愛くて仕方ありません。しん。クロちゃん。クロちゃんがね、泣きながら言ってましたね。たっぷり読んでましたね。本当に、自分の書いた文字ね、酔いしれて泣いてました。そんな言い方ない。毎週やってますね、これね、すごいですね、本当。続いては、山口萌えさんがインスタグラムでバレンタインデーに、夫でお笑いコンビ爆笑問題の田中裕二さんと二人きりのバレンタインデートを計画していたと明かしました。こっちはいいね。山口萌えです、デートしてるとこ見たいって5歳の娘も一緒に出かけることになったわら。私よりおしゃれしてパパさんと手をつないでルンルンでしたよ。二人でデートしたかったんだけどな、楽しかったからまあいっか。癒されますね。癒されます。まあ、クロちゃんの勝ちですね。勝ち。クロちゃんの勝ちですね。ちょっとラブラブ度で、ラブラブ度の勝負だった。意外な。下手くそな審査員がいるとこんな感じなんでしょうね。泣けないですね。クロちゃんは困窮したんで、僕は。クロちゃんも泣けねえよ。64点ですね。やっくりちゃん。一人増えた。クロちゃんに混ざって。クロさんはやっぱりどっちも。ね、先週ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったですよ。ゲストで来ていただいて。80点でしたね。80点。じゃちょっと点数つけすぎですね。以来めっちゃ点数つけるね。点数つけるになっちゃう。以来。さあ、お次はいよいよ明日からスタートするオールナイトニッポン55時間スペシャル。そうだ。明日夜10時からは松任谷由実のオールナイトニッポンがオンエアされます。しかもゲストには40年代の親交があるという黒柳徹子さん。やった。私の時代じゃん。やばい。松任谷由実そうです。今回はね、ユーミンの部屋ということで、私が根掘り葉掘り聞きたいと思っています。ザ・ベスト10で共演した時の、初めての時のね、思い出も盛り上がりました。まあ本当に、徹子の部屋最終回はユーミンさんに来てもらいたいなと思ってます。ジェネリック！あ、すごい。決まりましたね、これね。本当だ。本当だ。完璧ですね。明日の放送、うん、清水さんが一人二役をやってるわけではありません。ご、うん、本人です、間違いなく。すごすぎる。清水さん、18日土曜と19日日曜は東京ラインキューブ渋谷でライブもあります。そうです、お願いします。こちらでもユーミン。徹子トークの再現も聞けるかも、うん、やっちゃうやっちゃうチケットはまだ少しだけ買えるそうなのであなたもぜひお越しください。武道館とはまたちょっと違うステージを味わってください。はい、うん、さあおしまいはいつもの室井ゆずきさんのツイッターから待ってました、うん、はい、昨日は酔っ払いました。昨日は酔っ払いました。昨日のツイートをいくつか消させて。あ、昨日のツイートをいくつか消させて。ごめん。ごめん。短い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 。寂しいですね。そうですね。影原さんのところでちょっとやりましたから。ね、今日は。そうですね。ね。それで気が済んだんだね。それで犬が死にしないで。気が済んだ。そんなことないですから。来週どんな言葉と出会えるのかお楽しみに、はいはい。それではここで明日夜10時からのオールナイトを担当、松任谷由実さんで、うん、サーフ天国、スキー天国。申告はもうお済みですか？申告期限10ヶ月を過ぎると罰金が課されるのでご注意ください。まずは相続税がいくらなのか無料でご確認を。お電話は 0120-400-800-400-800。東京税理士会所属税理士法人48。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？
周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。富山城美薬の浜口です。 LDL コレステロール、悪玉コレステロール、高コレステロール、この言葉にドキッとする方多いのではないでしょうか。今日はこの高コレステロール血症を改善し、さらに動脈硬化症を予防する薬品ヘルスオイルを半額以下でご紹介します。歩行中急に足が痛み出す、手や足先が冷えたり痺れたりする、夜何度もトイレに起きてしまう、これらのサイン見逃さないでください。日本人の4人に1人の命に関わると言われている脳梗塞や心筋梗塞などの動脈硬化症は高コレステロール血症により引き起こされます。ヘルスオイルはその高コレステロールを低下させ、脂肪の沈着を防止、弱くなった血管を強化して血液の流れをスムーズにする薬品です。つるっと飲みやすい丸いソフトカプセルに4つの薬品有効成分を凝縮、嫌な油の匂いもありません。高コレステロール血症の改善と動脈硬化症の予防に第3類薬品ヘルスオイル、血管の健康と自分自身の未来のためにぜひお試しください。30日分の本商品、通常価格税込み4950円のところ、初回限定特別価格半額以下の税込み2090円でお届けします。一世帯様一箱限りのチャンスです。お問い合わせは 0120-582345 0120-582345 富山常備薬まで。お届け返品送料についてもお電話で。第三類薬品ですので、使用上の注意をよく読み、用法用量をお守りください。お電話1本でご自宅までお届けします。富山常備薬。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上、有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはお電話を。0120-10-10-10-10-10-10。お便りいきなり大笑い。木曜はこのコーナー。謎掛けコーナー、つちっちです。私、謎掛け芸人、つちっちがビバリストと繰り広げる謎掛け対決。今週のお題は、理想の上司でした。うん、はい。まずはですね、生意気な孫め、生タイム、あごうさんです、うん。理想の上司とかけまして、はい、この花瓶なかなか水がたまらないと解きます。その心は、舌割れています。舌割れています。なかなか水がたまらないですよね。舌割れています。うん、なるほど。パトレックさんです、うん、理想の上司なかなかいないよねとかけて、うん、プーさんが大好物を食べ尽くしたと解きます。その心は、見つからないでしょう。見つからないでしょう。かわいい。あ、なるほど。見つからないでしょう。なかなかいないもんなんですかね。その上司。スクエ龍之介さんですね、うん、はい。理想の上司とかけまして、海でサメに襲われて映画みたいとっときます。その心は、聞き上手。ああ、聞き上手。うまい。ね、そうかもしれないね。うん、理想の上司って、うん。生まれたてのおじさんさんです、はい。理想の上司の頼れるところとかけまして、お相撲さんと解きます。その心は、どちらも、決断力があります。決断力があります。お相撲さんって。だ、決断力。楽しみにしてたら、ね、決断力があります。みんな弾力あるけどね、決は。お相撲さんに限らずね。男一さんですね。はい、男一さん現在8勝です。理想の上司とかけまして、夏休みの宿題で沖縄県を粘土で作った後解きます。その心は、どちらも、
島工作。島工作。なるほどね、島を工作したんだ。島工作です、ね。鳩胸のカンガルーさんです、うん。理想の上司が人気な理由とかけて、うん、古本好きが大興奮する街、うん、とっておきます。その心は神保町熱い。神保町熱い。超熱い。なるほど。なるほど、うまいですね。これもうまいです。神保町熱い。みんな。なるほど、ありがとうございます。はい、お願いします。それでは、整えてきました。はい、理想の上司 V7 とかけまして、うん、ダイエット中ですがこっそりスイーツも食べます、うん、と特る、その頃は、実はちゃっかり甘みも取ってます。あ、天海さん、天海祐希さんも過去に7連覇してるんで、ね、7連覇してるの、7連覇してるんですよ、天海祐希さん。そうです。で、今回の三浦アナと、内村さんとみんな7連覇してる。なるほどね。結構土地いいんじゃないですか。ちょっかり甘みを取ってます。甘みを取ってるということ、ね。まあ理想の上司ランキングの話ですから。はい。じゃあ土っちにしますと。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい。さて来週のお題は、チャーター機で宮崎の WBC キャンプにやってきたメジャーリーガー、うん、ダルビッシュ有選手。はい、現在36歳で、先日42歳まで6年総額140億円での契約延長も話題になりました。うん、ダルビッシュさんで謎かけをお願いします。うん、受付メールアドレスはヒルズアットマーク1242.com、 受付ファックス番号は 0570-021242。 あなたも土っちに10回勝って殿堂入りを目指してください。それでは、うん、オールナイトニッポン55時間スペシャル、明日夜8時からの2時間は、現在のオールナイトニッポンゼロに出演中のフワちゃん、佐久間信之さん、マジカルラブリー、三四郎にペコパが担当、うん、そしてペコパは来月6日に歌手デビューします。ということで、その曲をお聴きください。ペコパでアース。返金手続き、代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。過払い金とは、カードご利用時に払いすぎた利息のことで、手続きをすると取り戻せます。皆さん、過払い金、誤解していませんか？クレジットカードに過払い金はない。利用が少額だと過払い金は出ない。それ、誤解です。過払い金が少ないと手続き費用の方が高くなる。それも誤解です。家族や職場に知られる。必ず信用情報に影響する。全部誤解です。また実は皆さんに身近なクレジットカードにも過払い金が発生していました。現在お手元にカードや書類がなくても手続きできますので、まずは過払い金の無料確認ダイヤルで、あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのかご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。日本放送リスナーの皆様、そしてオールナイトニッポンを一度でも聞いたことがある皆様に、全国統一オールナイトニッポン検定のご案内です。1967年の放送開始から55周年を迎えた深夜ラジオの代名詞オールナイトニッポン、その55周年を記念して、東大クイズ王伊沢拓司さん率いるエンタメと知を融合させたメディアクイズノック制作のもと、全国統一オールナイトニッポン検定サポーティッドバイギャラクシーを実施中。歴代のオールナイトニッポンパーソナリティは400人以上、アーティスト、お笑い芸人、俳優、文化人など、さまざまなジャンルの方が担当してくださいました。私、増山も聞いたりナレーションで参加したりもしましたが、そんなオールナイトニッポンを楽しく学べる検定として、番組の歴史や現役パーソナリティにまつわるクイズなど全55問出題しています。先着5万5000名様限定でどなたでも受験できます。受験期間は2月26日日曜日23時59分まで。インターネットに接続可能なパソコンやスマートフォンなどの端末からのウェブ受験となります。参加者には豪華プレゼントも用意しています。応募するだけで抽選で550名様に3000円分のオリジナルクオカードを、さらにお申し込みいただいた方全員にデジタル限定受験証をプレゼント。検定上位10名様にはワイヤレスイヤホンギャラクシーバッズ2プロのプレゼントと、オールナイトニッポンプロデューサーと一緒に日本放送の社内を回ることができる社内体験ツアーに招待します。我こそはオールナイトニッポンリスナーだという皆様、ふるって参加ください。詳しくはオールナイトニッポン検定で検索。続いてはハロー千葉です。千葉から生の情報をお届けします。
千葉の小田涼子さん、お願いします。はい、こんにちは。千葉市内、空気は冷たいですが、たっぷりの日差しがありがたいです。さて、今日はジャパンジャム前座バンド募集のご案内です。ゴールデンウィークの風物詩となった大規模音楽フェスジャパンジャムが、今年も千葉市蘇我スポーツ公園で開催されます。そこで地元代表として会場を盛り上げてくれるオープニングアクトを今月20日まで募集中です。大きな会場でたくさんのお客様を前に演奏するというビッグチャンスをぜひ掴んでみませんか。メンバーの平均年齢が30歳代以下で、メンバーのうち少なくとも1人が千葉市内在住か在勤在学していること、またジャパンジャム開催日の4月30日と5月3日から6日の5日間のうち、主催者が指定する日程に出演できることが応募の条件となっています。演奏ジャンルや人数は自由ですが、原則プロダクションやレーベルに所属していないことも条件ですので、詳しくはオーディションの運営を管理するエッグスの規約をご確認くださいね。以上、千葉のスタジオから小田涼子がお伝えしました。ありがとうございました。ありがとう。今日何度ありがとうを言いましたか。千葉県の特産物を直接お届けするのがありがとネット。ありがとネットは千葉県の魅力ある商品がたくさん、生産者のこだわりまでも伝わってきそう。まずはありがとネットで検索。ありがとネット。過払い金の確認は0120-10-10-10。中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか。なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、あなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお調べしますか。紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる。はい、大丈夫ですよ。セブンイレブンに名店監修中華が大集結。旨味とコクのあんに香ばしい麺、南国鹿監修海鮮塩あんかけ焼きそば。パリッとした皮、食べ応えある具材、赤坂璃宮監修五目春巻き。癖になる辛さにこだわった赤坂四川飯店監修麻婆チャーハン。セブンイレブン中華フェア。相川七瀬、夢見る少女じゃいられない、はい、金さんの代表曲。 AI によると私の一曲だそうです。めちゃくちゃですよ。聞いてくれてありがとう。相川七瀬でって言ったでしょ。さあ、まあ、ビバリー名シールの当選者発表です。はい、墨田区悪いひげジャパンさん、うん、北区ビバヤマオルニチンさん、誰、綾瀬市のさくらさん、以上3名の方です。おめでとうございます。おめでとうございます。木曜に募集しているのは音楽道場破り。音楽道場破りはビッグマウスリクエスト、うん、謎かけコーナー土っちですのお題はダルビッシュ有投手です、うん、受付メールアドレスはヒルズアットマーク 1242.com。 はがきでという方は郵便番号 100-8439 日本放送ラジオビバリヒルズまでお寄せください、うん、はい、そして1週間にわたったビバデミー賞2023最終日の明日はモグライダーが登場、うん、モグライダー大好き高田先生がどんな声をかけるのかを楽しみ。へえ、疲れるね、はい、モグライダーって、はい、この後1時からはナイツザラジオショー、隣のスタジオとつながってます。はるかちゃん、どうも、夢見る少女じゃいられない美濃はるかです。そのままじゃねえか。はるかちゃんのことだったの。全然気が利いてない。そのまま言ってみました。そのままだろうね。今日は春のピン祭りということで、うん、はい、そうなんです。今日のゲストは長野さんと、はい、お見送り芸人しんいちさん、うん、お二人が生登場です、うんうんうん、ちょっとね、あの今日の放送次第では、うん、あの致命的となる亀裂が走る可能性があります。心配ですね、うん、はい、本当にね、
ちょっとナイツさんに取り持っていただいて、うん、そうだね、修復、はい、我々はダブルコロンで実績がありますからね、亀裂を起こす解散してますから亀裂を起こそうでいいんですよね。いや違う違う違う、亀裂を解散させる方でもともとピンだからね、別に成功したいじゃないですよ、新一長野は。そうですよ、はい、コンビじゃないですか、実績みたいに言わないよ、はい一勝1敗ですけどね、今ダブルコロンおぼこぼんとダブルコロンです勝なのかな、勝率どうなんでしょうね、はい、勝1敗というのは微妙ですけどね、上がるのか下がるのか、はい、じゃあね、後ほどはるかちゃんよろしくお願いします、お願いします、はい、はい、ということでね、メールをいただいて、この付き合いってマジでいつも意味あるのかなと思うんですけど、まあ、スペシャルウィークはね、スペシャルウィークはね、これはもう恒例になってますので、ね、この後ですからね、はい、はい、お願いします、はい、ビバリーネーム、タマテクタマテックさんからです、はい、ダンサーや歌手が股間に手を当てる行為はクロッチグラブというそうですが、マイケル・ジャクソンの場合は曲に自然に体を任せた結果出たもので、一種のセクシーアピールだそうです。なるほど。 BTS はもちろん、最近はジャニーズタレントも歌番組セクシーな曲の時は同じ動きをしています。やってる、いや、ジャニーズでもやってる、ジャニーズもやってるよ、そうなんですね、テクニックなんですね、あー、クロッチグラブ、クロちゃんのクロッチ、あ、違うんですか、クロちゃんのクロッチグラブ、イメージ悪くなる途端に、クロちゃんがあの動きやったらまた炎上しそうですよね、確かにねこの後も日本放送で、はい、ここまでのお相手は清水美智子と、ナイツの土屋信之と、花野信之でした、ごきげんよう、さよなら。ズーム。辛坊治郎です。寒いですね。今日の晩御飯は鍋にしよう。この後はナイツザラジオショー、バンザーイ。辛坊治郎が一時をお知らせします。
pequena que eu vou cantar neste poema. Um verso sobre dois sentimentos, a vida inteira lutarão por dentro. Inseparáveis por toda a vida, o coração rege a sua batida. Maior aliado, maior inimigo, lutar ou fugir tem que ser resolvido. Medo de errar, medo de falhar, medo da dor, até medo. Resposta só dada pela intuição. Então